おはようございます、奥様。お久しぶりです。あら、お久しぶり、愛さん。いつも主人がお世話になっています。いえいえ、こちらこそ。社長の隼人さんには、いつも助けていただいています。私の方がお世話になっております。いつも秘書として、主人をサポートしてくれてありがとうね。今日はどうしたのかしら？うちの主人たら、また何か自宅に大事な書類でも忘れたの？いえ、今日はお仕事のことではありません。社長の奥様にお話があってご連絡いたしました。私に？何かしら？社長の隼人さんはいつも会社のために一生懸命働いています。そんな社長の熱意に動かされ、社員数も業績も順調に伸びています。最近では雑誌に取り上げられているほどです。そうね、主人についてきてくれるあなたたち社員さんにはとても感謝しているわ。私も一社員として今日まで社長をサポートしてきました。愛さんには特にお世話になっているわね。秘書としていつも主人をサポートしてくれてありがとう。いえいえ、それは秘書として当然です。ですが今日は奥様に大切な話があります。私、これからは社員としてではなく一人の女性として社長をサポートすることになりました。え？お腹も大きくなってきましたし、これを機に会社は退職します。これからは社長、いえ、隼人さんの良きパートナーとして支えていきたいと思います。ちょっと待って、お腹が大きいって、それって妊娠してるってこと？はい、私と隼人さんの子供です。まだ性別はわからないんですけど、男の子でも女の子でもどっちでも可愛いに決まってますよね。そんなこと聞いていません。あなた、うちの主人と浮気していたってことでいいのかしら？奥様から見たら浮気になってしまいますよね。でも私、本当に隼人さんのことを愛していますから。子供がいるのが何よりの証拠です。一体いつから浮気していたの？私が入社した時からですから、かれこれ5年くらい前からですかね。その時から？こんなに長い間私のことを二人で騙していたのね。私と主人の間には子供だっているのに。私、てっきり奥様公認の交際だと思っていました。私と隼人さんが二人で旅行に出かけても何も言わないんですもん。それはあなたたちが仕事の出張だって言うからでしょ。私は主人の秘書としてあなたのことを信頼していたのに。主人が仕事でいない間も毎日一人で育児していたのよ。もちろん秘書としての仕事はしっかりしていましたよ。でもいつも仕事で疲れている隼人さんを隣で見ているうちに、プライベートも支えたくなったんです。主人は今どこにいるのかしら。一回夫婦二人で話したいんだけれど。申し訳ありません、隼人さんはただいま仮眠中ですので、おつなぎすることはできません。仮眠中ですって？昨日は夜遅くまで接待だったんです。奥様もそのことはご存知ですよね。知ってるわよ。飲みすぎたから近くのホテルに泊まるって連絡が昨夜来たわ。今日はそのまま出勤するのよね？はい、そのつもりです。ですが昨日はかなりの深酒になったため、まだホテルで寝ています。まさかあなたも一緒にいるの？当たり前じゃないですか。私は隼人さんの専属秘書なんですから。公私混同も甚だしいわ。そんなのただの不倫のお泊まりデートじゃないの。でももう不倫じゃなくなりますから。なんですって？お腹に子供がいるって言いましたよね。これからの隼人さんのパートナーは公私ともに私です。奥様は早急に隼人さんと離婚してください。離婚については主人も納得しているのかしら？それはもう大納得です。昨夜も私と一緒に暮らしたいって言ってくれましたから。昨夜って接待で泥酔している時の言葉でしょ？知らないんですか？お酒を飲んでる時にこそ本音が聞けるんですよ。隼人さんは心から奥様より
私を選んだということです。はあ、ハヤトさんいつも言ってました、仕事に理解のない奥様より私の方が好きだって。私の妊娠も喜んでくれていましたから。理解がないっていうか、主人の心情で会社の話は家庭に持ち込まないってルールなんだけど。家でぐうたら過ごしている奥様より仕事でもプライベートでもサポートしている私の方が隼人さんの奥様に向いています。ぐうたらですって？専業主婦っていいですよね。ずっとお昼寝していても隼人さんが十分な生活費を運んできてくれるんですから。何言ってるのよ、ハヤトの妻として私もできる限りのことをしています。育児だって全部私のワンオペ、休日だって手伝ってくれなかったくせに。ハヤトさんは何もしていないって言ってましたよ。家でぐうたらしているくせに育児を理由にお金だけは奪い取っていくって。なんですって？奥様はもうハヤトさんに愛されていないんですよ。いい加減ハヤトさんを自由にしてください。ハヤトさんには私がついていますから。そう、あなたはハヤトに本気なのね。当たり前じゃないですか、子供までいるんですよ。ハヤトさんにとって私は必要な存在なんです。奥様とは違うんですから。わかったわ、あなたが希望する通り主人とは離婚してあげる。本当ですか？実はここだけの話、ハヤトとの離婚はずっと考えていたのよね。え？そうだったんですか？子供が成人したら離婚を切り出そうかなって考えていたの。でもまさか主人が下と浮気していたなんて思わなかったけど。なんだ、奥様も離婚を考えていたんですね。それならすぐに離婚もできそうで安心しました。いやいや、こちらこそハヤトを引き取ってくれてありがとう。とても嬉しいわ。え？浮気していたことは驚いたけど、私としては嬉しいことだもの。わざわざあんなバカ男を略奪してくれてありがとう。それじゃあ会社宛に離婚届送っておくわね。ちょっと待ってください、ハヤトさんをバカ男呼ばわりしないでください。私の大事な未来の旦那様ですよ。あら、ごめんなさい、つい本音が。お酒なんて飲んでないのに心の声が出ちゃったみたい。ハヤトさんはバカ男じゃありません。会社を経営している立派な社長ですよ。そうね、会社経営者としては立派よね。でもお家の中じゃかなりのプズ夫だけど。え？今の妻から未来の妻さんにいいこと教えてあげる。ハヤトは社長で年収もそれなりにあるけど、生活費は10万円しかくれませんから。え？食費、光熱費、子供たちの学資保険、全部込み込みで10万円のやりくりは意外と大変よ。どうかあなたは頑張り続けてね。ちょっと待ってください、生活費10万円だけ？ハヤトさんは年収5000万以上あるじゃないですか。私知ってるんですからね。秘書だもんね、社長の収入を知ってて当たり前か。でもプライベートでどれだけあの人が支出してるかは何も知らないみたいね。え？年収は確かに高いけど、そのほとんどは全部一人で使い切っているわよ。プライドだけは高いから私をエステに連れて行くけど、見えないところはかなりのドケチだからね。ドケチ？ハヤトさんがですか？家族の外食はクーポンがあるところしか行かないし、下着なんて穴が開いても使ってるからね。そんなはずありません。私とのデートはいつも高級店ばかりでした。ハヤトさんはそんな耳っちい人ではありません。そりゃ浮気相手にはいい格好をしてるでしょうからね。家族になれば変わるわよ。私そんな奥様の嘘は信じませんから。それとヘビースモーカーだからね、どんなに言っても禁煙はしないから気をつけて。あなたが妊娠中でも絶対にやめないわよ。え？私が妊娠していた時も絶対やめてくれなかったのよね。もちろん家事育児は女の仕事だと思ってる人だから、あの人には何を期待しても無駄よ。でもあんな大きな家に住んでるじゃないですか。しかも旦那は会社社長、理想の専業主婦生活ですもん。それくらいは我慢してみせます。大きい家って
掃除が大変なのよね。家政婦がお金がかかるからって雇ってくれないし、全部私一人で掃除してるのよね。そのくせ埃一つでも落ちてたらブチ切れて花瓶とか壊しまくるし、本当に毎日大変だったわ。え？それじゃあ早速離婚届取りに行ってくるわね。ハヤトによろしく伝えておいて。私今日中に荷物まとめて実家に帰るわ。慰謝料の話は後日弁護士さんを通じてお話ししますから。待ってください。え？まさか人の旦那と浮気しておいて慰謝料を払わないなんて言わないわよね。違います。ちょっとハヤトさんとの結婚を考え直したいんです。だから離婚届はまだ出さないでください。え？どうしたの？今ハヤトさんに確認したら、嫁になるんだったらホテル代よろしくって。ああ言い忘れてたけど、外出先の出費は全部嫁持ちだからね。あの人コンビニですら1円も支払わないから。え？もうこれからは彼女としての扱いから嫁扱いになると思うわ。逆に驚くかもしれないけど頑張ってね。こんなの私が思っていた結婚と違います。ハヤトさんとは家庭でもずっと優しい人だと思っていました。そりゃわざわざ浮気相手に厳しくしないでしょうね。仕事も真面目ですし、家庭でも子供が大好きで積極的に家事をしてくれる人だと思っていました。そういえばそんなこと雑誌の取材で答えてたわね。もちろん全部出任せで、私は読みながら大爆笑していたけど。でも奥様は毎日幸せそうだったじゃないですか。私たち社員の前でもニコニコ仲良し夫婦で。社員の前でギクシャクした社長夫婦なんていないでしょ。よそ行きの笑顔に決まってるじゃない。そんな。これからはあの人のことよろしくね。仕事もプライベートもあんな人と一緒なんて私なら絶対に嫌だけど。ちょっと待ってください。私ハヤトさんとの結婚は考え直します。どうぞご勝手に。でも私と主人は離婚します。あなたが主人と結婚してもしなくても慰謝料は請求しますから。え？当たり前でしょ。どうぞよろしくね。待ってください。私ハヤトさんの子供を妊娠しているんですよ。これからお金もかかるのに慰謝料なんて困ります。慰謝料は全額ハヤトさんに請求してください。あなたたちには合わせて600万を請求します。支払いの割合は2人で話し合ってください。でも主人には別に養育費も請求するつもりですから。600万？あの人一体いくら払ってくれるんでしょうね。家族にはかなりドケチな人だから、もしかしたら全額一人で払えって言われるかもね。一人で？ま、それは2人の問題ですもんね。愛さんとハヤトが話し合った結果、ハヤトに俺は養育費があるからと言われ、愛さんは慰謝料600万を全て押し付けられていました。二人はその後結婚したそうですが、案の定ハヤトの豹変っぷりに愛さんは愕然とした日々を送っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。